はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の分散と標準偏差についてお送りします。で、前回動画2本使って期待値マスターしてもらったので、まあその続きですね。基本的に期待値、分散、標準偏差ってこうセットで出てくるんですけど、まあその残りの分散と標準偏差についてやっていきます。で、問題は2問だけです。なのでできそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって、ちょっと厳しいと思う方は、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番の分散からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、ここの分散と標準偏差に関しては、まあ動画1本にしてますし、丸1とかついてないんで、これで終了になります。なので、今回で、この分散と標準偏差の求め方を、まあ、マスターしてもらえたらいいかなと思います。解き方をね。で、基本的に、その前回の期待値やったじゃないですか。で、期待値が出せないと出せないです、ここ。で、期待値を出すためには、その確率分布が必要じゃないですか。今回載ってますけど。だから、もし、そのみんながテストとかわからないですけど、何かの時に使う時に、このね、分散とか標準偏差を出したかったら、まず確率分布を書かなきゃダメなんだって思ってください。こっから。これをスタートして、期待値を出して、分散出して、標準偏差出します。そういう順番でいくから。今回はね、基礎的な問題ずっと出してるやつを取り上げましたけど、まあ、その流れをちょっと頭の中に入れといてもらえればと思います。なので、まずね、期待値を求めに行きます。で、まあ一番取り掛かる前に期待値はそこから出すんですけど、まず EX です。EX ね。で、普通に期待値出せばいいだけなので、分母6で共通だから、6分のかけます。まあ0だから書かないとして、1×2 で2、プラス 2×1 で2。6分の4だから、はい、3分の2って、まあ簡単に出せますね。期待値に関しては。で、これがちょっとあれって思う方は、1個前と、まあ2個前か、の動画を見てもらえれば、期待値わかると思いますんで、ちょっと見てみてください。で、ちょっとね、もう一個必要なものが出てきて、それが、期待値なんですけど、これです。E の X ではなくって、X の2乗っていう、これが必要になります。分散出すために。これね。で、X2 乗、これどうやって解くかっていうと、もうシンプルです。X のところが、X2 乗になってるだけなので、基本的にやること同じ。ただ、6分のは変わらないんですけど、で、ここもどうせ0だからちょっと無視します。ここを x2 乗だからね、2乗してからかけてください。まあ、1に2乗しても1なんで変わらないんだけど、これ 1×2 で、2、プラス、こっちだよね。2を2乗するから 4×1 になるんで、ここ4になります。で、これ結構間違いやすいのが、その 2x2 乗ってなった時に、こっちも2乗しなきゃいけないみたいな、ふうに思ってしまうんですけど、p はいじらないでください。上です。x が単純に2乗になってるだけなので、x を2乗してからかけるっていうスタイルでやってほしい。で、これ6分の6なんで1になりますと。この2つ、準備してもらえればもう分散終わりです。倒せる倒せる。で、まず1番いきましょう。で、分散はですね、vx を使います。よく。v ですね。vx。で、もうこれは公式を覚えちゃうのが一番早いです。公式は今出した E の X2 乗こっちね引く中括弧使いますけど左側の EX こいつの2乗とこれが公式になります。ちょっとこう順番逆にならないようにちょっと気をつけてほしいんですけど E の X2 乗引く EX の2乗です。だからまずこれ EX の2乗なんでこれね単純に入れると1マイナスこれ3分の2の2乗になるんで、9分の4になります。つまり、答えは9分の5。これで終了になります。で、実はですね、まあ、この公式で解くのが一番早いです。分散に関しては。特に時間をかける問題でもないと思うので、分散とかはね。で、一応もう一個あるんですよ。VX。で、一応それも書いておこうかな。これはもうおまけで思って、なんだ。覚えなくてもいいですけど、まあ、頭の片隅にね置いといてほしいのがよく書いてるのはシグマ1から n まででちょっとね見ながらごめんね俺が覚えてないってそっちをねこっち使っちゃうんで俺は
XK-M かける P、あと M2 乗か。2乗 PK と。これをよく書かれます。カッコ X、XK-M の2乗 PK と。まあこれ見ただけだとね、何言ってんだって感じになりますけど。で、これはですね、ちょっと期待値の出し方に似てるんですけど、期待値ってここかけるじゃないですか、こうやって。で、そのかける前に、XK から M って期待値のこと。こっちね、これ3分の2のことなんですけど、それを引いて2乗してからかけるってスタイルです。多分口で言ってもね、はってなると思うんで、ちょっとやってみますね。期待値、X、ここの数字から期待値を引いて2乗します。だから、0から3分の2引いたら単純にマイナス3分の2でしょ。マイナス3分の2を2乗すると9分の4、それに下のやつをかけるんです。プラスします。次もいきます。1からこれを引きます。3分の1だね。で、それを2乗するから9分の1、2乗してから下をかけるんです。プラスします。2からこれを引きます。で、2は6分の4、3分の4なんだ、3分の6なんで、引くと3分の4、で、さ、2乗すると9分の16、2乗してからこれをかけます。で、あとはこれ足し算計算するだけっていう感じで、一応やろうか。分母が黒く54で共通してるので、ここ試算12プラス21が2プラス16とで足すと14、30になるね。54分の30で、6で約分すると9分の5となって、これと一致しますよっていう。そう、あの、頭の片隅程度に覚えてもらえばいいです。基本的にこっちで解けますからね。で、これがまず分散です。で、標準偏差はですね、分散出せればもう速攻です。こっちは超楽ですね。で、分散は V を使うんですけど、これね、書き順ね、こっちって言われることもある。俺ね、これこっちで習ってるんでこう書いちゃうんですけど、これシグマって言います。ギリシャ文字のシグマ。シグマ X ですね。で、シグマ X、これ標準偏差なんですけど、これルートの中に VX 入れるだけです。さっきの分散ね。いいか、分散出たらそれにルートつけたらもう標準偏差なんです。だから、ルート、ちょっと丁寧にやるとね、ルート9分の5。ここ入れるからね。で、これはルート9とルート5に上分けれるんで、ルートはね。で、ルート9っていうのは3になる。でも、ルート5は出せないからね。こうなって、もうこれで終了っていう。ね、すっごくシンプルでしょ？標準偏差に関しては。まあ、こんな感じです。はい。なので、今回に関しては、ひとまず、分散と、まあ、標準偏差の出し方、まあ、公式はね、ここは覚えてほしいんですけど、大事なことは、その、まずは期待値が必要なこと。で、期待値を出すためには、最初でも言いましたけど、確率分布が必要なんです。だから、今までこう勉強してきました。確率分布出すとか、期待値出すっていうのやってきたので、そこをこうマスターしていけば、自動的にこう求めることができるので、あとはこの求め方さえ覚えてもらえれば、大丈夫かと思いますので、ぜひね、こんな感じでやってみてください。では、今回は高校数学数 B の分散と標準偏差についてお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回がですね、一応和と積に行こうかなと、確率変数のね、そっちに飛ぼうと思ってますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。